皆様ようこそいらっしゃいました、秋のザ・高円寺阿波踊り第2部でございます、司会をいたしますのは、高円寺阿波踊り連協会会長の平野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。第1部に続きまして、第2部、今回5連が登場いたします。コロナ禍、2年ぶりの秋のザ・高円寺阿波踊りです。待ちに待った方も多いと思いますが、何せこの約2年間、練習もままならない状況で、過ごしました。それでも限られた時間の中で、各連、一生懸命練習して、この日に備えております。どうか、最後まで、ごゆっくりご覧いただきたいと思います。では最初に登場いたしますのはいろは連でございます。このいろは連は、高円寺北口商店街で、結成されました。結成50年近いですね。このいろは連、のこのいろはという字は文字は昔のひらがなですね。いろはにほへとの、今でいう五十音順ですけども、いろは連の浴衣にちょっと特徴ございまして、踊り手さん一人来てくれる、この背中ここにまといがございます。これは、ありがとう。そう、約300年前ですか。荒川区今の、町屋ですね。そこで、できました、火消しの、集団、今でいう消防署というよりは消防団ですね。い組、ろ組、は組という。ものがございまして、そのが由来になって、今このいろは連のこの浴衣を、描いております。このいろはのっていうのは先代の、初代の連長上村連長がですね、何でも目指すんだったら一番になれという意味でいろはのこの3文字を連に取り入れたわけでございます。よろしいですか。それでは、第2部トップを飾りますのはいろは連でございます。いろは連どうぞ。
いろはらでございました。